なぜベイスターズが好きなんですかこれはね、2014年ぐらいに僕ハマスタでバイトしてたんですけど、その時に中畑さんが作り上げた最後まで諦めないチームの姿勢にね、ものすごく惹かれたからです。はい、どうも、こんにちは、キャレです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は11月のイベガチャスケジュールをやえていきたいと思います。 はい。ということで、もう気づけば多分、なんかオープニングがいつの間にかこの形になってから2ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、まあ、この動画冒頭の質問をですね、今後毎月頭にインスタのストーリーで募集しようかなと思ってます。で、<ー>11月分をですね、明日、11月1日にね、もう早速募集をしようと思いますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、インスタのアカウントをフォローしていただいて、あとは通知もね、入れといてもらえると、ストーリーの方でね、募集をしますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、見逃さないようにしてもらえたらなと思います。さあ、ということで、えー、この11月の呼び方スケジュール予想なんですが、もう2024年もですね、気づけば残り 1> 1ヶ月ららしいいでです。す信じられないですね。もう最近はね急激に寒くなってきているというところもありますんでぜひ皆さんね体調管理気をつけていきましょうでこのプロスペースに関してはですね明日でワールドチャレンジャーガチャも終わるっていうね、えー、スケジュールになっておりましてまあ、ここからはですね、えー、いつものいよいよ周年の関連のねまあ、お決まりの流れが来るといったスケジュールになりますでもうすでにですね特番であったりいろんなところで発表になってるスケジュールっていうのも多いのでまあ、それもおさらいしていきながらまあ、今年のね、えー、無料配布がどんぐらいあるかだったりとかまあその そんなガチャとかイベント以外のねキャンペーン的な部分もお話をしていきますんで是非見ていただければなと思いますじゃあ早速本編入っていきましょうどうぞ さあ、ということで、まずは昨年11月のガチャスケジュール振り返り、こんな感じです。はい。まずは11月の2日から、アニバーサリー第1弾ガチャが登場ということで、まあ、今年とほぼ同じようなスケジュールに結局なりましたね。まあ、後ほどね、話をしますが、今年のアニバーサリーは11月の1日、明日ですね。といった予定になってます。で、去年もアニバーサリーの無料10連ガチャは第1弾ガチャに合わせて登場となりました。内容的には1人 S ランクのアニバーサリーが確定で、まあ、運が良ければ2枚引きとかも、まあ、できることはできるんですが、で、11月の6日から、ライジングスカウトですね。はい こちらが開催とライジングスカートそういえば最近全然来なくなりましたね最後来たのいつやろうで9日からアニバーサリー第2弾ガチャですねが開催となりましてえ去年もアニバーサリー第1弾と2弾は連続してきたと、まあ、昔はねこの1弾と2弾の間に若干間が空いたりとかしてたこともあったんですけど最近はもうここくっついてね出てくる形になりましたねでそれと同時にマンスリー感謝無料10連ここはアニバーサリーの S 確定ではなくて通常の S ラン確定のマンスリーガチャが来ましたよとで18日から8周年大感謝10電福袋、まあこれ 選択がね獲得で、きるいつもの福袋になってますであとはスピリーグ監督ガチャですね。はい、こちらも同時に開催と。で、さらには10連プレゼントスカウトのおかわりですね。まあ、これマンスリー感謝無料10連からのおかわりっていうね、えー、そういった紐付けになってます、まあ。去年はこの辺りも含めて8週連続キャンペーンというね、いうような施策、えー、になっておりました。で、11月の20日からバリュースカウト。で、24日から S ランク限界突破工事付き10連。で、グレードアップスカウトで抑えの追加。 で28日から OB 第2弾ガチャというね、1ヶ月間のスケジュールになってます。まあ今年はね、この OB 第2弾ガチャが早く来たので、まあそこがね、どう変わっていくのかっていうところが一個注目かなと思いますね。まあ,あとはワールドスターがね、来なかったっていうところは結構この11月、例年と比べるとイレギュラーだったところ、去年のワールドスター本当になんか事情があったのかなっていうくらい、まあ、最後1月とかにドドッと詰め込んで出してきたみたいな感じだったんで、まあこの辺りもちょっとイレギュラーでしたね。はい、続いて昨年11月のイベントスケジュールこんな感じです。はい、まずは1月2日から エエージェントエージンンンスでで日から消費ペすねが開催となりましたまあこの辺りは去年もその連休に合わせてっていう感じだったかな。で、9日からサクッとエクセイストリートでアニバーサリー第2弾、13日からプロスピグランプリ、16日からスターロード、20日から最強決定戦、22日からプロスピ妖怪カで28日からプロスピーヒーローズで OB 第2弾の登場といったスケジュールになってました。特段変わったイベントをね、今見ればそんなにないんですけど、このサクッとエクセイストリートは、この11月の9日アニバーサリー第弾の イベントで初開催と。 いう形になりましたね、まあ特段ね今振り返るとそんなに特別なイベントはないかなっていう感じなんですけどでもそういえばサクッと育成ストリートも一時期あんなに来てたのに最近全く来なくなりましたね、まあ、そろそろ久々にやりたいって人もいそうだけどであとはヒーローズで OB ランンだったのは全くねこの前と同じような感じですねはいということで以上が振り返りでございましてここから予想ですねやっていきたいなと思いますまずはガチャスケジュール予想こんな感じですはい <laughs> 11月の1日からアニバーサリー第1弾ガチャまあこれも確定してますねでアニバーサリー無料充電これも確定して おりますどちらかというとね今年も1段より2段の方が厚いかなというラインナップなんで2段の方が無料10連欲しかったって人もねいるかもしれませんが、まあ、去年同様にね2段もイベントの累計で無料はもらえると思うので、まあ、おそらく1段2段ともにね1枚ずつは無料でゲットできる仕組みになると思いますで8日からアニバーサリー第2弾ガチャですねはいまあ、この辺りも去年と同じように2週連続で出るという予想です、まあ、ここはまだ発表になってないですけどほぼ確定でしょうねでスペシャルプレゼントスカウトで S ランク確定無料10連ですね、はい、これも発表済みになっておりますどうなん これがマンスリー扱いになるのかどうかこれとベッドでマンスリーが来るんであれば、まあ、今年はあの9週連続キャンペーンっていうのは行われないんですけど、まあ、それによってちょっと配布少なくなったんじゃないかとか無料10年減ったんじゃないかみたいな話もあったんですけど、まあ、これプラスもう一回マンスリーで無料10年とかが来るんであれば結局ほぼ変わらないっていうね。 ま、そんな感じにはなるのかなというところです。で、15日から9周年代感謝福袋ですね。はい。これの開催もここのスケジュールで確定しています。で、スピリーク監督ガチャも15日かな。まあ、スピリークの開幕説自体はですね、16日に今年はなっていますので、まあ、その前日っていうね、予想にはなるんですけど、まあ、おそらくほぼここで確定だと思います。で、それと同時にドラフトスカウトでサードの追加という予想ですね。まあ、ここはね、あの、アニバーサリーでもサードの選手がそれなりに出るっていうところもあるし、まあ、もしくはライトとかっていう可能性もあるけど、 と来たらギータがね選択役所とかで取れたりもすると思うんでそうなると結構暑いですけどねで21日からワールドスターカチャで第3弾ですねまあ、去年はかなり間が空いたんですけど今年は2回目のワールドスターがね結構早めに来たんでまあ、11月にも入ってくるかなという予想ですね、まあ、でもさすがに大谷さんをここに持ってくることはなさそうまあ、大谷選手がね今年ワールドスターでも出ますかって人も結構いただくんですけど僕はねちょっと何とも言えないですね分かんないまあ誰さんの例を見ればね出ると思うんですけど、まあ、大谷さんがどういう形になってるか はちょっと分かんないでですねでグレードアップスカウトで抑えの追加もこのタイミングという予想ですね。 さらにはこの日にシリーズ2の完全移行ですねが行われる予定となっています、まあ、完全移行に関してね、えー、そもそも何だっていう人はぜひ過去の動画を見てみてくださいで25日から9周年大感謝福袋おかわりですね、はい、これも確定しておりましてこれが28日までという、ね、スケジュールになっているんで72時間限定かなかなり短いガチャになってますんで、まあ、引きたいというふうに思っている方はちょっとスケジュール注意してもらえるといいかなと思いますあとは戦力強化スカウトでショートの追加という、ね、予想にしていますで28日から OB 第3弾ガチャで1ヶ月終了と いう流れになるんじゃないかなという感じですね。まあどうなんだろうちょっとね、OB が第2弾最初早く出てきたっていうところで、この第3弾がね、11月に入ってくるっていうのがかなりイレギュラーではあるんですけど、ちょっとここが不気味ではあるよね。まあでも告知なしでね、11月末に特大ガチャとかはないと思うんで、まあ、OB 第3弾ガチャは普通に来て、年末年始はまた特別な、まあ、違うね、ガチャが来たりとかっていう可能性もあるのかもしれないですね。 はいで続いて11月のイベントスケジュール予想ですねこんな感じですはいまずは11月の1日からサクッとエクセストリートですね、まあ、さっきあのそういえば全然来てないって話もしましたけどまあそろそろ来てもいいんじゃないかなとで8日からドリームキャラバンダーアニバーサリー第2弾という予想ですがまあこのあたりはでも日数で当てはめている部分も多いんで、まあ、逆で来るパターンも全然あるかなとは思うしまあちょっと何とも言えない部分かなとは思いますがでもアニバーサリー第2弾が無料でもらえる1週間イベントっていうところは確定かなと思いますで11日から最強決定戦大谷翔平カップですね 最高決定戦はこの日程からになっていますので一応入るラインナップでいうとアニバーサリー1段2段までは入るっていう想定になりそうですね。 で15日からプロスピ妖怪道カ21日から俺の球場飯28日からバッティング・トラベラーで OB 第3弾というね、えー、流れになることが予想されております。でその後、11月の15日からプロスピ妖怪道21日からは俺の球場飯シ、28日からバッティング・トラベラーで OB 第3弾というね、スケジュールで予想してますが、OB 第3弾はボーナスイベントではない、ボーナスなしのパターンで、 え来るんじゃなないいかなっていう想定ですねまあでもこの辺りもね最近あんまりなんか短い刻みのイベント育成系というか、まあ、育成系ではないか、まあ、でもマーケットとかあとファンレターミッションとかもね新しく登場してはいるものの全然そこから来ないんでまあその辺りどうかなっていうのもあるんですけどまあでもこの間のあのスターロードのねイベントが延期になってその分本来来るはずであったであろうイベントとかも来なくなっちゃったんでまあ、そこのねなんかイレギュラーな部分どういう風に変わってるのかっていうのはちょっと気になるところですけどね であとは、11月のね、さっき振り返りのところでスタミナ二分の1があったと思うんですけど、まあ今年もちょっと期待してもいいのかなっていう気はする。まあ来るとするのであれば、やっぱり11月の頭の連休のとこですよね。基本的に最近のスタミナ二分の1ってこういう3連休とか、大型連休に重ねてくるパターンが多いので、まあ来るとすればそこ。まあ来なかったとしたら、どうだろうな。またしばらくないかもね。あとはプレミア12に関連したプレゼント期間もありますと。で、内容としては S ランク10%の契約書と試練チケット10枚ですね。これが配布になりますよっていう告知が特番でされてます。 でスケジュール的にはオープニングラウンドの日本戦が開催される日程で合計5回ですね。11月の13日、15日、16日、17日、18日での開催というか、えー、配布かな。 ってていった形になっていますなここに関してはねあの直接的にこうオーダー強化っていう感じではないと思いますけどもちろんね3が引ければね大きいけどまあでも最近なかなか試練チケットもねたくさん集められる機会っていうのもなかったりするんで、まあ、結構試練大開放をね積極的にやってるなんて人は嬉しいんじゃないかなと思いますはいということで以上がですね今月のガチャ振り返りそして予想というね形だったんですけれども最後に今月はどう立ち回るべきかという話をして終わろうかなと思いますまあもう前提ですね今月の立ち回りっていうのは現状の所持エナジーとかあとは目標 目的っていうところで大きく変わってくるかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりワールドチャレンジャーのガチャでねもう使い切っちゃったよと。 いいいいう人も多いんじゃないかなかと思います、まあ、そういう人はですね、やっぱりまずはエナジーをとりあえずは貯める期間になるかなと思いますし、まあ、エナジーが使えない分ですね、この無料ガチャでの引きっていうのが、まあ、勝負にはなってくるかなと思います。で、そういった人のエナジーの使いどころ、次使つかっていうと、やっぱ年末年始か、まあ OB かっていうところになってくるかなと思うんですけど、まあ、もうある程度ね、スピリッツ高い選手で揃ったとか、もうオーダーが完成されてきたってなると、まあ、リーグやってる人だと別にタイトルホルダーとか、まあそういったところになってくるかな。あとは OB でね、どうしても欲しい選手が来たらランキング走るとか、そういった選択肢もありだと 思いますで逆にアニバーサリーであったり選択契約書ですね目標にしてずっとエナジーを貯めてきたよという人に関してはここがやっぱね、えー、勝負になるかなと思いますで、まあ、基本的にその選手のレア度的な部分で言うと通常の選手の選択契約書よりもアニバーサリーの方がレア度って高く見えるんですけど、まあ、人によってはアニバーサリーよりも選択契約書を優先した方がいいよねっていうパターンの人もねいたりはしますので、まあ、是非その辺りはですね結局9周年何引くべきかどうかみたいなところを出してますんで。 ぜひかこの動画をね参考にしてみてもらえたらなと思いますただ一個にね今考えてるのが洗濯機役所の福袋を引こうと思ってる人はですねもしかしたらお代わりの方まで待った方がいい可能性もありますね まあ両方引けるっていう人はもちろん待つ人は当然ないんですけどどっちかしか引けない1回しか引けないって人なんかは最初に来る方よりもおかわりを待った方がいい可能性がありますそれなんでかっていうとおそらくその選択契約書1回目の吸収に福袋からおかわりが来るまでに1ポジションか2ポジションの追加は多分あると思うんですよね。ってなってくると選択契約書で取れるシリーズ2の選手っていうのが。 増える可能性があるよと。で、もう一個要素として言うと、9周年福袋が1回目の開催になった時は、まだ完全移行がしてないタイミングなんですよね。21日が完全移行予定で、1回目の福袋が11日開催かな ?15 日か。15日の開催になっていると。で、一方、おかわりの方の開催が25日になっているので、もう完全移行は過ぎているという形になるので、まあ、おかわりの方はね、あのー、内容が侍ジャパンの結果によって変動するっていう仕組みになってたりもするんですけど、まあ、選択契約書以外の部分の S ランク確定のところがシリーズ2に絶対になるのが おかわりなので、まあ、まだ確定ではないけども、まあ、そらくそうなると。で考えたらどっちかしか回せない9周年福袋かおかわりかどっちかしか回せないって人はおかわりの方を優先した方がもしかしたらいいかもしれないと。で選択契約書に関してはどっちで引いてもおそらくシリーズ1の選手も取れると思うんですよ。 例年の仕組みで考えたら。ただ、お代わりの方は、未だかつて開催されたことがないので、ちょっとそこに関してはね、僕も約束はできないというか、言い切れない部分であるので、まあ、ちょっとそこだけね、注意ではあるんですけど、まあ、でも多分選択役所の仕組みは同じなはずなんで、まあ、どっちかしか回せないっていう人は、そういった選択肢もね、一個考えてみてもらえるといいかもしれないですね。 はい。ということで、以上、今回は11月のイベントスケジュール予想をやっていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、1個ね、このワールドチャレンジャーが終わると、今年の目玉もね、まあ、終わってしまう感じもありますが、まあ、まだまだこれからね、プロスペース9周年もそうですし、まあ、次は10周年に向かってね、えー、シリーズずつ、まだまだ続いていきますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、一緒に引き続き楽しんでいきましょう。まあ、あとちょっとプロスピースとは関係なくなりますが、昨日ですね、あの、メジャースピー、メジャーワンプロスピースの方でもね、更新がありまして、その動画なんかもね、新しいチャンネルで出してますんで、もしよければね、えー、まだ見てない方、そしてあとはこの週末ぐらいから、ね ね、ちょっとメジャースピーやっていこうかなと思っている人なんかは、まあ、特にね連休でもありますし、まあ、時間ができるなんていう人は是非ね、えー、メジャースピーの動画も見てもらえたらなと思います <laughs> ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました是非 <laughs> もこの動画少しでも参考になった毎月の指型スケジュール予想を頼りにしてるよっていう人は是非も高演されるよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました <laughs>